このチャンネルではイギリスより世界の料理、お菓子、食周りの情報などをお届けしていますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。はい、皆さんお疲れ様です。お元気ですか？今日はですね、先日夫と出かけていきました野外フェスイベントの模様をお届けしたいと思います。後半には3日間で食べた食事の内容をつけていますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、皆さんレイブってご存知ですか？音楽シーンの一つで、1980年代後半に、イギリスで発祥した、テクノとかハウスとかそういった音楽をかけるイベント、野外であったり、中であったり、普通の、倉庫とか箱であったり、最初はフリーだったんですね。無料で始まったパーティーなんですけど、そういったムーブメントがありまして、で夫は夫でイギリスにその時いて、そういったレイブパーティーに参加するレイバーだったわけですけれども、私は私で日本でクラブキッズだったわけですね。なので音楽の趣味はとっても似ていて共通項があるんですね。そしてこういったイベントがすごくたまに懐かしくなるし、家の中では常に洗い物する時とかいつもね、ハウスとかテクノはまだ聞いてるんですよね。でもこういったイベントに出かける、ギグに出かけるっていうことは本当にもうないですので、とっても懐かしくなって、でちょうどうちの近くにあるワラトンパークっていつも動画に出てくる公園あるでしょ、そこでイベントが行われることになって、行くことにしたんですね。その模様をお届けしたいと思います。ここ全部バーだ。It's a big bar. Oh my god. (笑)40代か50代しかいない。Thank you.
very much. ここからようやく私が見に来た88ステイツのギグだったんですけれども、一度この動画をアップロードしたらなんと著作権で引っかかってしまったので、アフレコでお届けしたいと思います。せっかくめちゃくちゃ盛り上がっていて、しかもすごい音が良かったので、これをお届けできないのは非常に残念なんですけれどもね、でこれがやっぱり一番盛り上がっていたかな。でも中にはもう88って何みたいな感じで、ただお酒が飲めて騒げればいいかなみたいな人たちと、本当にテクノが好きな人たちのだいたい5割5割っていう感じでしたね。会場を見渡すと本当に見事なまでにおじさんおばさんばっかりで、ですごい本当おじいさんじゃないのこの人みたいな人もいて、でもそんなこと言いながら自分ももうしっかりおばさんですのでね、むしろ年下かもしれないっていうね、そんな感じでしたけれども、みんなの素行がすごくいいため、ゴミも少ないですし、トイレがなんといっても綺麗でびっくりしてしまいました。こういった野外イベントでは仮設トイレがありますけれども、フリマとかでさえもすごい汚いんですよね、イギリスは。なんか日本の野外フェスっていうとみんなすごい綺麗に、フジロックとかもみんな綺麗にしてるじゃないですか。でこっちって悲惨なまでに汚いはずなんですが、やっぱり年齢層が高いのでみんなちゃんと綺麗にしているっていうのがすごく印象的でした。楽しかったです。また機会があったらですね、行きたいと思います。はい、ということでお目当ての88ステイツを見終わったのがだいたい夜の10時 でそこから公園を出て家に着いたのがだいたい10時半ぐらいで、健康的にいつも通りにベッドに入って、こういうイベントだったらまた行ってもいいかなと思いました。うまいね。今日のご飯はチョリストシチュー。First match, yeah. Okay, I'll watch. What's that? 絶対見たいね。Spies on TV. どんなデビューを飾るか、うんざてが。It's on TNT. Let's watch it, man. It's the biggest debut in football since fucking Neymar. Yeah. Maybe. Haaland. Most expensive. Very expensive signing, wasn't it? How much was he, man? It was a lot. It's free.Oh shit, he was free, of course he was, because he finished his contract, that was the whole point. He absolutely played PSG. He made them give him the highest paid contract in world football, but for a 3-year contract, and then just left on a free at the end. Yeah. You know, when I see Mbappe play, like, obviously I don't watch all his matches. Yeah. He never plays amazing. I think I just always catch him in moments where he's not doing his... Oh yeah, that's the World Cup final. Yeah. YouTube とかでめっちゃすごいプレーとか見たことあるんだけど、私が実際に試合見てるときにすごいとかなったこと一回もないの。World Cup Final. Yeah, it was amazing in that. But that one, you're right, now that I remember. そんなにすごかった。He scored three goals.
But they still lost, but he scored three goals. でもそんな見てなかったよ。私見てた。Did you not watch the World Cup final? I don't think she was into that into football at that point. She might have been depressed after Japan win. Yeah, I don't think she paid that attention to that. あんまりフォーカスしてなかった。You definitely watched it though. Mm. But you wouldn't have paid attention to the battle. Other than that, you know. Well, other than that, you don't watch. 見たことないよその後。ずっと調子悪い。PSG were knocked out of the Champions League. You don't watch French league, so you would have. いつも日韓フィニッシュ。The only time you would have watched him is during this last Euros, which France didn't do. I just happened to see him when he's not playing his best. Whereas he wasn't enjoying it.はい、ということでこの日の夕ご飯は旦那さんがよく作ってくれるチョリソーシチューといって、確かジェイミー・オリバーのレシピらしいので、あのジェイミー・オリバーチョリソーシチューとかって検索したら多分レシピ出てくると思うんですね。ですっごい美味しいので、あのチョリソーがちょっとしょっぱいんだけど、そのしょっぱみでスープにはお塩一切入れてないんですよね。で旨味もすごいし、これ本当に我が家で一番人気、旦那が作る料理で一番人気なので、もし興味があったら皆さんも作ってみてください。はい、次男が帰ってきていたので、たまにね、あの彼はねコーヒーが大好きなのね。で特にこういうエスプレッソが好きなんですよ。で休日の時間がある、気持ちに余裕がある時ねだけこうやってエスプレッソを作るんですけど、この時はあの大きいエスプレッソを作るやつで、いつもは2杯分ぐらいしか作れないちっちゃいやつでやるんだけど、大きいのも持ってるんですよね。それで3人分作る、4人分か作ってますね。でミルクはあのバリスタ用のオートミルクっていうのが売ってて、でもちろん 100% オーツからできているミルクなんですけど、あのすっごく濃くて美味しくて、で牛乳にちょっと私アレルギーがあるので、お腹もゴロゴロしないし最高なんですよね。味もすっごい美味しいです、ミルキーで。ただし牛乳より脂肪分が高いので、その辺はもう毎日飲んでると太っちゃうので、こういうご褒美の時だけ使うようにしています。私は基本的に牛乳飲まないですけれども、普段はソイミルクにしてるんですね。でもソイミルクと牛乳の脂肪分とかを調べると、意外と豆乳の方が多かったりするんですよね。カロリーも脂肪分も豆乳の方が多かったとしても、いろいろイソフラボンとか入っていて、あの成分的にこっちの方がベネフィットが高いなと思うから豆乳にしてるんですけれども、あのカロリーとか脂肪分はね要注意ですね。今日はね、すごく久しぶりに長男がうちに帰ってきます。どのぐらいぶりでしょうか。もう半年ぐらい帰ってきてないかな。はい、それでちょっとたまにはねごちそう作ろうということで、何食べたいって言ったら、麻婆豆腐でね、なんと麻婆豆腐作ろうと思ってたので、あーすごい、またあったと思って、こういう食べ物に関しては長男とは結構リンクすることが多くて、麻婆豆腐作ろうって思ってたんだけど、リクエストも麻婆豆腐でした。はい、でこれもうあとはとろみをつけるだけまでできてます。ラー油とかたっぷり入れて、あのこちらのラー油ってね、そんなに辛くないのが売ってるの。これすごい辛そうに見えて実はそんなに辛くないっていうね。でしかもすごく美味しいので、これ日本にも売ってるんじゃないですかね、中華街とか行けば。これが我が家で使っているラー油です。昔ラー油作ってたんですけどね、もうそういうパワーを他のことに使っていかないといけない年代になってきて、あの美味しいものはもう買います。はい、中経過です。今日は2種類の餃子作ろうと思って、まあ頑張って普段食べさせてあげれないから、あの餃子の皮も今日は作ろうと思って、この餃子の皮専用の粉を買ってきました。これとあと前回買って余ってるのもあるから、この2つを使ってこれから皮を作って、エビと鶏の餃子と、こっちはいつものね豚肉の餃子を作りたいと思います。ちょっと味に変化を加えたいから、エビの方にはセロリのを加えて、で豚の方にはいつも通りあのこのなんだっけ白菜ね、白菜を入れたいと思います。次はね、これニンニクと生姜両方に入れてあって、で紹興酒振りかけてあります。でこっちは割と塩味ベースにして、でこっちは醤油も入れようかなと思います。麻婆豆腐の方は最初にひき肉を炒めて、ひき肉 100g ぐらい炒めて、これね8人分ぐらい作ってるから結構多いんだけど、
で、ひき肉 100g 炒めて、ニンニク入れて、生姜入れて、ネギ、ネギも、3本分ぐらい入れて、みじん切りね。で、炒めまして、そこに豆板醤を入れて、じっくり炒める、一緒に。で、その後、トーチって言って、あの豆が発酵されたものがあるんですよ、この黒豆。黒豆を発酵したものね。これ大さじ2ぐらい刻んだやつ入れて、醤油大さじ2ぐらい入れて、紹興酒も大さじ2ぐらい入れて、で塩コショウして、塩は本当に少なめで、コショウして、それでラー油をまた大さじ2、さっき言ったラー油ね、を大さじ2入れて、で日本のラー油でも全然大丈夫だと思う。そして炒めまして、で 300ml お水入れて、で中華スープの素をその分入れて、でグラグラで、お豆腐はあのこの角切りにして、水気を切っておいて、それを入れます。そして煮たものがこの状態で、後から水溶き片栗粉でとろみをつけたら出来上がり。結構辛そうに真っ赤っかに見えるんだけど、そうでもないで、仕上げにですね、山椒を振ります。山椒っていうのは、まあ日本の山椒とはちょっと違って、ハオジャオっていうものなんだけど、それがあの本格的にちょっとしびれる感じで、どこ行ったかな、このこのパッケージは日本の山椒なんです、実はこの中身のね、この赤い山椒わかります？これがハオジャオって言いまして、この山椒たっぷり後から仕上げに振りかけたら出来上がりです。はい、途中経過、無事に餃子の種ができました。エビとセロリの餃子と、こっちが豚と白菜のオーソドックスのやつね。ニラがないのが寂しいですけどね、売ってないのでね、しょうがないですね。はい、でこれから、生地を作って餃子を詰める作業をしていきたいと思います。はい、餃子の皮もめったに作らなくなりましたが、長男が久しぶりに帰ってくるということで、腕を振るわなきゃということでね、もうやっぱり手作りした皮にはね、かないませんからね。普段はお店で売ってる普通の強力粉でやっちゃうんですけども、このね、餃子専門用粉っていうのでやるとやっぱりね、すごい美味しいです。中にタピオカ粉が含まれているので、もちもち感が半端ないって感じで、ちょっと高いんですけれども、本当におすすめです、この粉。はい、もう餃子を包む前にちょっと疲れたので、今日休憩することにしました。全粒粉のパン今トーストしたのに、この黒の練りごまを塗って、ちょっと蜂蜜を塗ったので、ちょっと軽いランチ、今日は餃子だし、ちょっとあんまり昼から食べたくないから、でこのぐらい取って、一応ごまといえども油なので、そんなにはたくさん、ちょっとあればいいかなっていうぐらい塗って、で蜂蜜、アカシアがいいですね。これをちょっとだけ、すごい疲れも取れるし、蜂蜜は小さじ1ぐらいは1日1回食べます。でこれプロテインがたっぷり入ったシリアルも、ちょっと豆乳をかけて食べたいと思います。で最近っていうか、まあかなり前から飲んでるんだけど、食後とか朝ごはん食べた後とかに、あのこれを混ぜたお水を一杯飲みます。大さじ1ぐらい入れて、コップにでお水入れて飲んだりします。すごいすっきりするし、体調もなんか良くなった気がします。朝ごはんのようなお昼ごはんですけれどもね、あのこれで豆乳も1杯分取れるので、毎日1日1回はこれも食べるかな。まあ餃子を作る時には気合って感じで、お気に入りのラジオ、私はね、おぎやはぎさんが大好きなので、おぎやはぎさんのラジオをかけながら、もうひたすら没頭して、時には爆笑しながら、もうラジオにもう完全に耳を傾けまして、無心になって作業するって感じですね。だいたい皮を練って、ちょっと寝かして、で今皮作ってるでしょ。で皮を先に全部作っちゃってから、こう何中身を詰めていく。で全部終わるのがだいたいね、全部で3時間ぐらいかかるかな、餃子の場合全員分作ると。でもちろんね、3人家族とかだったらそんなにかからないんでしょうけれども、5人分作るとなると、まあ3時間4時間は覚悟っていう感じですね。
だけど気合を入れてもうたくさんできるだけ作っておいて冷凍しておいて一人ランチの時にねひっそかに食べるのも結構楽しみです。おはろー、うー元気かどうよ調子は。I suppose you could just squat normally without any weights and do some Bulgarian. The thing I don't like about leg training is it's not that I hate the leg exercises themselves, but when you get leg aches, I lose the motivation to do anything else. Well, yeah, I get that. If my arms aching, I can still be like, oh, I can still be bothered to move around. But when my leg's truly aching, I'm just like. The few times that I have gone to the gym, it was only for cardio. I was just running. I do cardio as well. I know that one guy who's in the step machine just doing this. Yeah. It's like the incline. You have to make it to the max incline. So that's like you're like running up a hill. And I get tired of it. 20 minutes. 20 minutes? Oh, to be fair, I have done that. I just sprint up a hill for like 3 minutes ago. I do a jog up a hill for 20 minutes. I do. I just do 200 calories. 200 calories? Yeah. Okay. It's just like better than nothing. It's not bad for running machine wise, yeah. I don't know. Like, I set it on like takes about 16 minutes. I do that after I finish the weightlifting and then that's the end. The full speed. Yeah. Just sprinting. Yeah, I do. I actually do sprint. No, I never do. With an incline. So it's like I get tired really, really quickly. That's fine. It's not calorie focused, it's on your heart. Yeah. Dark amounts are actually there for me. I don't think I've sprinted past the age of 23. Tommy might beat you in a race. No, I'm just up. I have. Dagmas! The running has given me slightly better stamina when running than before, but. Dagmas! Hi! Aswa. Marble. Those matches, actually. Yeah, what's that? But Tommy, you only do only like the same machines every time. I switch up on the machine. You can't do the same machines in the same day. I forgot to tell you. You can't? I want to focus on just like tricep though. Yeah, but like you do like different ones. What's like the most ridiculous looking machine at the gym? Oh yeah, when you like sit like on your front and then you like. No, it's just you, like. You're like. You're like, gonna do a demonstration. And you're like doing this. It's just like. I see. You should just like exclusively do that for like 20 minutes. No, I just hog the machine for like an hour. Yeah, and you're gonna be one of those guys that make like the grunting noise every single rep. And then every single time finishing the set, you slam the weight because it's like, gah! Gah! And then after I finish, I just take a break. What's in my phone in that same position? <In the middle>. And like, I'm on the phone while still being on the phone. And then I continue. すごい好きだよね。本当に好きよね。てか、俺結構ね、なんだろう。四川流っていうの、マジで好き。そう、四川風、本当に好き。辛い。わさびとかよりも全然こういう辛みの方が好み。美味しい。食べた麻婆。食べます。それ。You pass the spoon? Yes. あの、山椒。Delish. Great gyoza no kawa. Yeah. That's what the homemade does. From the flour, yeah. はい、ということで皆さん今日はレーブの模様、ジジババレーブの模様いかがだったでしょうか。興味のない人は本当に申し訳ございませんでした。はい、ということでまた次の動画でね。バイバイ。